恐怖、骸骨馬襲来。ゾンビホースがいます。ゾンビホース、ゾンビホースはさっきここにいたのに。いた。おお、怖い。これゾンビホースだよね。うん、骨の馬です。うわー、魔法使いがいる。どうやってやるんだ。なんだなんだ、怖い。うう、ダメだ、危ない。村人が全滅してしまう。なんだこれ、乗ってるのか。怖いな。この馬を手なずけたい。いきなり操作できるの。いきなり操作できるぞ。蔵をつけたいな。蔵をつけよう。びっくりした。ああ、まだいる。なんだあの魔法使い。くう、魔法使いはいまだに苦手意識がある。ポーションないと無理かな。猫がいっぱいだな。村人が飼ってんのかな。いちじ、危ねえ。地形にめり込むのマジ勘弁。お、びっくりしたな。とりあえず覗いてくる。うん、まだいる。まだいるよ。どうしよう。今、蔵を持ってくる。蔵はあの外にあるんだ。ゾンビホースを我が物にしたい。う、どうする。これで防げないよね。行くか。くそ。ミルク、ミルク、ミルク。ミルク、ミルク、ミルク。無理だろう。水が入ってるんすよ。ジャボン。ここじゃなかった、こっちだ。そんで、間違えた。飲む。OK です。魔法使いやっぱり強え。ゾンビホースまだいる。蔵。なんだ？昼なのに結構危ないぞ。そして、蔵をつける。無理なのか？ダメなのか？なんかダメっぽいな。うん、やべ。危ねえ。やってくれたな。危ねえ。死ぬとこだったよ。経験値が無駄になるとこだった。向かっています。で、装備装置。あ、開いた。いや、ダメだな。ちょっと調べてみる。これゾンビホースじゃなかった。スケルトンホースだ。なんて言うんだこれ。骸骨馬、スケルトンホース。リードで捕まえるのか。とりあえずリードで捕まえておきます。リードあったかな。あった気がする。何が、あったあったあった。どこに何があるのかわかんないっすよね。よいしょ。OK です。なんか魔物がいるんだよな。うわ、来ない。こっちだよ。こっちこっち。OK です。こっちこっちこっち。こっちこっち。こっちだよ。なんか来たがりませんね。この隙間が通れないのかな？1マス通れないの？ 1 ブロック通れないとかやめて。通れないっすね。めんどくさいな。ここを壊していこう。通れない。あ、通れた通れた。もう壊すってのが強引だよね。水が大変なことになってる。とりあえずここに結んでおきます。水を回収しよう。すまんな、羊さんたち。ミルクが欲しかったんだよ。 OK です。だいぶ実ってきましたよね。この猫すごいとこ歩いてんな。この圧倒的な数を見てください。スイカの取引し放題ですよ。スケルトンホースに名前つけとこう。名札もあそこだ。釣ったものはあそこに入れてるんですよね。
名札。骸骨ホース、スケルトンホース1号。金属はここでした。骨ホースでいいでしょう。ゴロがいい。エンチャントコスト1もかかるんだな。どういった、あ、いたいたいた。これで消滅しないはず。よいしょ。あ、ついたついた。骨ホース。今、名札結構使っちゃったような気がするんだけど。気のせいか？骨ホース。いいっすね。そんなわけで、まったり前から26話になります。いきなり骨ホースが現れてね、びっくりしました。寝る寝る。うお、みんな寝てるな。ここに寝ます。いやー、レアっぽいぞ、これは。君の場所はこっちだ。それらしいところを用意してあるんだよ。ここね。まだ作りかけだけど。蔵つけれないのかな？ダメそうだね。しかし、それなりに武器揃えてなかったら危なかったかもしれないな。骸骨騎兵、恐るべし。なんかいろいろ詰まってたよね、これね。危ないな。松明伝えとくか。そういえば、剣に最初に修繕のエンチャントつけたんですけど、そうするとエンチャントテーブル使えなくなっちゃうんですね。最初にエンチャントテーブルでエンチャントつけた方が良かったっすね。なんてこったですよ。最初にエンチャントテーブルでエンチャントをつけてから、その後に修繕のエンチャントをつけた方がいいみたいです。だから今後はね、エンチャント本でつけていくしかないです。このダイヤモンドの剣に。やってくれたなーっていう感じです。いいのができないですよね。耐久力3。耐久力はいくつが最高だっけ？耐久の最大は3です。これもらっておきましょう。いいっすね。耐久力3、これもらっておきます。もらうっていうか買うんすけど。次は、虫殺し3、いらないな。で、耐久をソードにつけましょう。よりね、減らなくなります。どんどん良くなります。うん、これでいきましょう。OK です。修繕と耐久の組み合わせでね、完璧です。あとは攻撃力アップですね。次に弓にね、エンチャントをつけます。この後に本で無限のエンチャントをつけたいと思います。剣と同じでね、先につけたらこのエンチャントテーブルが使えなくなっちゃうのが怖いです。とりあえず耐久力3をつけます。ポチッとな。おお、パワー3もついた。2つもつきました、いいのが。剣も最初にエンチャントテーブルやりたかったなぁ。やられました。どういうルールなんだろう。で、無限の本が、これです。金床でつけます。OK です。無限が加わりました。これは強いぞ。あとなんか必要なのは、なんか炎属性とかですかね。クロスボウの出番がなくなってしまいました。とりあえず置いとこう。うわ、もう夜だ。うわ、みんな寝てるな。またここが空いてる。デジャブか。みんな仕事だぞ。前回作ったゾンビ処理場、こんな感じになりました。なかなか立派になってきたでしょう。ゾンビが落ちてくるのを待つのがね、暇だったんでね、いろいろ手を加えました。ちょっとご覧いただきましょう。ゾンビの習性が分かるようにね、いろんな角度から見られるようにしました。真上とか。あと、スポーナーの場所も見られるようにしてます。こっからとか見れます。この辺穴開けてるんですけど、脇に影響ない感じです。ちなみにこっちからも見られます。こっちからも見られます。まあ、そのうち全方位から見れるようにしたいと思います。まあ、ここをね、開けてても影響ない感じですけど、遮光ガラスのブロックが手に入るようになったら、ここに置きたいと思います。より安心です。全然湧いてますけどね。そんでもって、ここに待機場を作りました。何の待機場かというと、ゾンビが落ちてくるのを待つの退屈じゃないですか。なもんで席を離れてもいいように作りました。ここに入ってればね、万が一ゾンビが漏れても大丈夫。まあ今のところ一匹も漏れたことないですけどね。まあ一応安心です。席から離れてるうちにね、やられていたなんてことあったらショックですからね。そしてこのゾンビたちは何匹来るんだろうか。限界を知りません。限界という文字がないのか。この下の位置なんですけど、一つでいいのか増やした方がいいのかちょっとわかんないんですけど、一応増やしてます。それに伴いね、このポッパーでしたっけ？これも増やしてます。全部このチェストに入るようになってます。まあなんか必要なものがあったらね、作れるように、これ作業台とかまどもあります。ここはもう研究所です。非常に簡単な仕組みなんでね、初心者にはこれをお勧めしたいと思います。ただここにね、集めるだけなんで。わざわざね、こっちに流し込む必要もなかったかもしれないです。あっちのスポナのね、下に直接落ちるような感じでもいいと思います。今度はそういうのを作りたいなと思ってます。まあまた水流をね、計算しないといけないですけど。
この水流はとても簡単です。横に水源作ればいいわけですからね。では溜まったゾンビを倒しましょうか。レベルがどこまで上がるか。ソードに修繕をつけたのでちょっとその分上がりが遅くなりますけどね。いや限界がないのかこれは。では行きます。この瞬間がとても楽しい。行きますよ。すごいっすなこれはね。OK です。腐肉がどんどん溜まります。そんなわけでゾンビ処理場でした。ゾンビが落ちてると倒さないともったいない感じがします。ここにポッパーまだ置いてないんですよね。あ、そうそう、鍾乳石を置いてみたんですけど、鍾乳石だとポッパーが機能しないのでやめました。結構ダメージ与えられていいんですけどね。ただ鍾乳石だとゾンビがね勝手にジャンプしてそこで自滅しちゃうことがあるので、その点でもダメでした。このシンプルなハーフブロックが一番いいと思います。ではちょっと帰ります。ここにゾンビ処理場の看板でも置いときますか。それらしくなりました。この文字がちっちゃいのが嫌ですね。この文字ね、もうちょっと大きくできたらいいんですけどね。まあここまで行くと研究所でいいような気がしますけどね。まだ完成してないのでゾンビ処理場です。ここには最後まで頻繁に来ると思うので拠点からアクセスしやすくしました。こう登って、ここも階段登って登って、そのまま一気に登っていきます。でもう目の前が拠点です。チョッパ屋です。そうだ、こっから入れるようにしてたんだ。もう拠点です。早いでしょう。で今回のテーマは植林場です。植林場を整備します。その前に、ね、植林場にいる蜂の巣を駆除したいと思います。あれね、虫だと思って甘く見るとね、すごい痛い目に遭います。あの蜂毒があるんですよ。毒がきつい。というわけで蜂の巣を安全に撤去します。そのためには焚き火が必要だそうです。焚き火ってどうやって作るのかな。これですね、木炭。あー、マングローブの丸太、こんなのないぞ。マングローブじゃないとダメなのかな。皮の剥がれたマングローブの丸太。マングローブ持ってないな。どこにあるんだろう。樹皮を剥いた原木でいいらしいです。マングローブじゃなくてもいいみたいですね。原木、原木ってなんだ、これか。あ、できました。丸太ですね。よかったです。では植林場です。今まではこんな感じです。適当に置いてます。ただ適当に置くとね、こうやって切り残しができちゃうんですよね。足場を作らないと届かなくなってしまいます。なのでほどほどの高さで成長するようにします。その前に鉢ですね。焚き火を置くらしい。そうすると煙で蜂がどっか行っちゃうらしい。今この状態で攻撃すると蜂に襲われます。2回ぐらいひどい目に遭ってます。では置きます。お、出てった。お、まだいる。もうちょっと待ちましょう。こういうのいいよね。こういうの好き。3匹もいましたね。よかったです、1匹出た時にやんないで。もういいのかな。これね、ミツバチに見えますけど、どっちかっていうとスズメバチですね。このずんぐりむっくりしてる形がね、可愛らしくてね、そんな凶暴そうに見えないんですよ。もう良さげです。行きます。おお、おいてて、ダメじゃん。ミルク、ミルク、ミルク。なぜに近くにいたらダメなのかな。ミルクで解毒できます。もう遅いですけどね。
そんなバカな。とりあえず一つやっつけました。おおおお焚き火こうなんのね。初めて焚き火作りました。焚き火には気をつけましょう。まあね、焚き火乗ったらダメージ受けるの当然ですよね。じゃないとつまらないです。あ、壊れちゃうんだ。めんどくさいな。蜂にも蜂の巣あるんですよね。もう一度挑戦してみます。じゃあ数分持ってった方がいいですね。なんで失敗したんだ。もっと長くいぶすんだろうか。ちょっと焚き火を置いてね、放置します。あれ、いないみたいだぞ。いけるんじゃないか。行っちゃうよ。お、行けました。うわぁ、ちょ、そうか、防火ついてるからそんなダメージ受けないんだ。ナイスです、ダイヤモンドのブーツ。そうこうしてるうちに日暮れです。寝ましょう。皆さんお休みの時間ですよ。ではこの辺の端っこから行きましょう。こうやって綺麗にね、伐採できるといいんですけどね。ここに木が残っちゃうと厄介です。どっから行こうかな。これ行きますか、じゃあ。間三マス。ああ、苗木を持ってくるの忘れた。ちょっと苗木持ってきましょう。菓子の苗木で行きましょう。お取りに行ったら落ちてくるっていうね。こっから行きます。間三マス。1、2、3。こう行って1、2、3。こんな感じかな。そうっすね。ああ、こういう状態を経験してから初めてこういうのを作ると便利さがわかります。ここにブロックを置くことによって低間隔で苗木が植えやすくなります。押しっぱにしてね、動けばいいんですからね。ポンつって、ポンつって。このショベルの威力がね、強すぎてね、余計なところまで掘っちゃうんですよね。横から行った方が楽かな。あ、こっちまで掘れちゃった。1、2、3。1、2、3。1、2、3。うわぁ、失敗した。間違えた。1、2、3。1、2、3。とりあえずここまで作ってみます。連続して置けるかな？ダメだ。3つずつ置いていきましょう。こんな感じです。なんかそれっぽくなってきたぞ。で、あんまり上に育たないように上にガラスブロックを置きます。ガラスブロックを持ってくるの忘れた。横に関しては今のところやんないです。足場も持っていこう。足場好きなんですよね。竹の足場ね、中国で使いますよね。どれぐらいの高さにしようかな。1、2、3、4、5、6、7。とりあえずここに設置してみます。あ、できないわ。どうすんだこれ。横に置けないなこれ。うう、あ、ここで置けるんだ。この足場ブロックの弱点見つけた。スニークでね、端っこに置くことができない。これでこの木の成長はあそこで止まります。そうするとね、下から斧で切りやすくなります。うう、もう育ってる。ははは、いやいよ。ちょっと目を離した隙に成長します。1、2、3、4、5、6、7。下からつけれます。そしてもう夕暮れです。ではこんな調子でね、全部やっちゃいます。あ、ちょっと置いてみます。ボタン押しっぱで上に移動です。あー、楽だ。これは楽だ。 OK です。いい感じです。これは楽だな。こちらの列は7マス上のところにガラスを置いたので、こっちは8マスにしてみます。どんな感じに変わるのか見てみたい。ポン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 。これ OK ですね。下からガラスがつけれないとめんどくさいです。ああ、ダメだ、つけれない。ああ、割っちゃった。シルクタッチ使わないと回収できないんだ。ああ、めんどくさい。これは7マスでいいかな。まあ、とりあえず7マスにしておきましょう。まあ一度設置すればね、ずっと使うんでいいんですけどね。
とりあえず7ブロック上のところのガラスでいってみます。何ブロックなんだ一番切れるところは。こう削れないんですよね。これちょっと確認してみます。この削れないのは何ブロック上なのか。1、2、3、4、5、6、7、7ですね。やっぱりね、8ブロック目から切れないんですね。 OK です。やっぱり7ブロック上ぐらいが正解でしょう。木によっても違うらしいんですよね。とりあえずこの状態でいってみましょう。では引き続き作っていきます。なんかね、無数に穴を開けたらお墓みたいになりました。調べましたら、この白い木が扱いやすいそうです。白樺ですね。枝も広がらないし、何のブロック置かなくても下から切れる位置までしか伸びないです。非常に優秀な木だそうです。うん、切れますね。この白い木だけでいいんじゃないかっていう話もあります。どうなんだろう。まあ一応他の種類数種類植えて白樺をどんどん増やしていくことにします。育ち方が素直です。集めやすくてね、非常に優秀です。いいっすね、白い木。向こうに植えましょう。ジャングルの木が一番扱いにくそうです。でかくなるし、枝ぶりや四方八方伸びるしっていう、さすがジャングルの木です。ダイヤモンドの斧なんですけど、耐久のエンチャントがついてないからか、耐久値がどんどん減っていってしまいました。なので今石の斧を使ってます。耐久のエンチャントをつけたいとこです。白い木の苗木を取っていきます。これをどんどん植えよう。この辺にね、無造作に植えてね、必要な時にね、木を切ればいいかなと思ったんですけど、やはり効率ですね。白樺エリアできました。白樺は上にガラスを置かなくていいので楽です。ではズバーッと植えますよ。ドアこの瞬間のために整地したよ。うん、楽だ。ボタン押しっぱで植えてくれます。植えるのはあっという間です。もう白樺でいいんじゃないかって感じですよね。まあ一応何か必要なのかもしれないので、ジャングルも植えてあります。そしてなんとね、ここに巣ができてます。こういう場合どうすんだ。ちょっとわからんぞ。真上に焚き火を置いちゃおうか。ポン。これは違うな。うっかり叩いたら蜂出てきますからね。どうしたらいいんだこれ。掘って下からやるのか。本物の蜂の巣で土の中にできたやつは穴掘っていぶしてました。まるで本物みたいじゃないか。ちょっとやってみましょうか。焚き火一回使ったらまた作りに行かないといけないの面倒だな。うひー、はしごの折り方がいまいち慣れない。うわー、もう夕暮れだ。早いんだ。こうやって葉が生い茂っちゃうの面倒ですね。この生い茂りをね、防ぐにもガラスを置くんですけど、今回面倒なので置きませんでした。やっぱり置いた方がいいんかな。ですです、いきますよ。いや、ほんと本物みたいです。ポン。OK です。煙が出ました。出てきませんね。大丈夫なのかな？大丈夫そうです。いきますよ。うお、来た！怒ってる。怒ってる。くぅ。逃げれない。この生い茂りが迷路みたいになってる。でも毒はすぐ終わりますね。魔法使いの毒よりはマシです。あれ、どのタイミングで壊せばいいんだ？ちょっとわからんすな。いやー、結構巣がめんどくさいな。やっぱ時代は白樺だよね。こんなに高く育っても足場を使うことなく上まで切れます。うん、いいね、白樺。白樺。青空。どんどん植えたいです。育ち方が結構まちまちなんですよね。ちゃんと松明置いてあるんですけどね、基準がわからない。もう少し研究したいとこですね。はい、それからしばらく経ちまして、植林場こんな感じになりました。立派に育ってます。やっぱりね、葉っぱの茂みがすごくてね、やりづらいっすね。それとね、茂みで暗くなってね、モンスターも湧いてしまう感じです。一応松明置いてあるんですけどね、この白樺育ってないです。なもんでもうちょっとね、間隔空けてもいいんじゃないかなと思うんですよね。ここまでやっちゃうとね、変えるのは大変ですけど、この一列なくしちゃうとかね、そういうことをしないといけないようです。本物の木の育て方と同じですよね。木を間引いてね、日光が当たりやすくします。といってもね、白樺は有能です。
見てください。葉っぱが下まで来ない。そうすることによって一直線に切れます。こういう風に葉っぱがあると葉っぱを取り除いてから木を切る形になります。上の制御うまくいってますね。これでもちょっと低すぎですね。ガラスブロックはもうちょっと上でも良かったかもしれない。上3個ぐらいしか行ってないですね。1、2、3、4 4個ですね。ガラスはもうちょっと上の方が良さそうです。ここはカシの木かな。カシの木も葉が生い茂ってます。1、2、3、4 4個です。なんだあれ。カシの葉をゲットしました。こんなのもゲットできるようになったんですね。あ、そうそう、この斧やっとシルクタッチをつけれるようになったんです。そのためですね、こういう細かい葉っぱが取れるようになりました。いろいろ進歩しております。集めてどうすんだという話ですけど。そして隅っこには植林場を管理する小屋も作りました。ここで泊まり込んでね、待機できるわけです。かまども作りました。煙も出てます。いいでしょう。ここの火が見えないようにしたいんですけどね、なかなか1ブロックだと難しいようです。この窓からちょうど夕日が見えるんですよ。それがまた感動ものです。ここでフラッと来てたまたま夕日だったんですよね。おーおーと思いましたね。ちょっと夕日になったら見てみましょうか。その間にこの木を刈ります。間間引きますか。うん、白樺は優秀だ。刈りやすい。色が違うだけでね、木材としては全部同じですからね。木によってね、耐久性が違うとかはないです。ないと思います。こんな感じに間引いていく。もう夕日だ。早いな。そのうちこの苗木もね、育ってくれるはずです。苗木を確保していく。あ、夕日です。間に合うか。ここです、ここ。ほらね、絵みたいでしょう。素晴らしいです。ここ切り取りたい。はい、というわけで夜です。寝ます。もう朝です。おまけです。伐採していたら行方不明だった村人発見しました。お前こんなとこいたのか。森に塞がれてました。てっきりモンスターにやられちゃったのかと思ったよ。村に帰ってくれ。村に帰れないのか、もしかして。大人なんだからね、迷子にならずに帰ってほしいとこです。というかこの植林場に来ないでほしいですよ。そんなわけで今回は植林場を整備してみたでした。これで木材も安定して手に入るようになりました。やったね。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。アデュー。